チッパ、毎度のことながら、よろしくお願いします。で、チャンネル登録1万人突破ということで、本当にありがとうございますね。で、とっておき情報ですね。で、今回はディフェンス力を上げる方法ですね。で、おとといも上げたんですけど、言ったんですけど、まあ、一般部の同情性、ビジネスマンの同情性っていうのは、やっぱりディフェンス力がなかなか上がらない、相手の攻撃をもらってしまうっていうので、すごく、まあ、悩んでる方が多いんじゃないかなって思いますね。そこで、ちょっとした感覚を、意識を変えるだけで、ものすごくディフェンス力って上がるので、これからちょっと詳しくやっていきます。でですね、ディフェンス力がない人のほとんどがですね、どんな感じかっていうと、まず、目付けですね、目付け。ね。まず、相手の目を見て全体を見れれば一番いいんですけど、ね。まあ、目が見れなかったら、大体、まあ、目線この辺ですね。この辺、もしくは、まあ、胸元、まあ、この辺に置いた方がいいと思いますね。ね。まあ、この相手のこの辺に目をつけたら、全体を見る感じですね。この全体の体のラインを見てあげる感覚にします。そしたら、ね、全体のラインを見てるので、ね、相手が握ってパンチを打ってこようとすると、ちょっとの、重心移動とか、ね、肩が動いてきたり、重心移動というのはパン、打ち、パンですね。これが、体が、このラインが乱れるんですよ。このラインが乱れてくるんですね。ね。で、必ず乱れてくるんで、これが強くなればなるほど、強い選手になればなるほど、ラインが乱れないで、そう、ノーモーションできますね。でも、やっぱりなかなか難しいので、ほとんどの人は、やっぱり多少なりともラインが乱れます。ね。もうひどいと、こうリズム落としてから飛んできたり、よいしょって、このリズムで、よいしょって、ね、来たりしてくれますね。で、そこで、あ、来るぞと分かるので、ね、まず、それが第一段階だと思ってくださいね。ね、体の相手のラインを見ますね。で、攻撃、パンチもキックも全部一緒ですね。ね、蹴りが来ます。足が飛んでくる前に体が、上体のラインが、蹴りを蹴ってくるラインになります。ね、今左。ね、これ右だったらそうやって重心移動かかって右とかね。で、全部この体のラインの乱れっていうのをまず見れるようにしてあげます。で、相手のラインが見れるようになって、ラインの乱れをね、感じ取ったら、もうまた言いますね。ディフェンス力ない人っていうのは、まず相手の手を見てしまう。足を見てしまうね。で、今パンチいきます。パンチだったら、拳があります。これを点としますね。点に対して、点が飛んでくるのに対して、点で避けようとします。で、体の近いところで、特に初心者の人は非常に多いですね。で、打ってきますね。で、ディフェンス力のない人は、やっぱ体の近いところで受けよう、ね、受けようとしますね。で、点に対して来て、点で受けようとすると、まず、受けられないです、ね、そこを、ね、点じゃなくて相手のパンチも蹴りも全部そうなんですけど線で捉えるんです。線なんですね。で、これが点なんですけど、こっからパッと動き出すとこれがこの線なんですよ。この線です。こっちだったらパッと動き出してラインが乱れます。あ、来るなんて飛んでくるの分かりますね。で、このかぶせてくるんだったら、この軌道がもう大体、ね、学習することによって、慣れることによって、どういう軌道で来るか、この線が分かるようになりますね。で、ストレート、ね、あ、この、ね、軌道でパッて動いてくれば、あ、ストレート、この、ね、この線で飛んでくるな。これが下突きだったら、ね、スーッと下がって、あ、この、ね、線で飛んでくるなっていうのが、大体分かるようになります。で、線で捉える感覚が分かれば、ね、じゃあ、こっちが飛んできます。あ、来るぞ。この線の道筋を、なるべく感覚的には、なるべく自分の体より遠いところですね。まあ、遠いところって言っても、この、一番真ん中ですね。真ん中の部分で、この線を
カットしに行くような感覚にするんですよね。で、相手が飛んできます。ポン、ここ、ここですね。ね、開きました。ファン、払ってあげたりね、払ってあげたり、避けたりするのは、ね、ここなんですね。で、来て、おって、こう、点で捉えようとすると、やっぱもらっちゃう。どうしても遅れてもらっちゃいますね。で、あ、来るぞ、この線です。線の、ここをね、カットしに行きます。はい、来た。バーンですね。で、こっち、もう、飛んでくるでしょ。バーンって飛んでくるんで、点に対して点で抑えに行くっていうよりも、点じゃなくて線です。この線なんで、あ、来るぞ、線の、なるべく線の遠いところを、まず、あ、来るぞ、カットしに行くんですね。これ、押さえに行くんですね。払ったりするのも、全部一緒です。あ、来るぞ、ここを押さえに行くんです。この線をポンって切りに行くんです。カットしに行くんですね。もう一回、で、ポン、ポンですね、ここ。で、バンですね。まあ、こっちだったら、ね、と、ここ、この線のここ。で、はい。で、ここ。払うんだったら、この線のここです、ね。で、そういう感覚を持つと、ディフェンス力っていうのはすごく上がってきます。あとはね、この線をね、先に取りに行くっていう感覚がついてね、まあ、大体分かってくればね、相手が攻撃してくる先にね、で、仮に相手が、あ、来るなと思う、来なくてもいいんです。もう先に取りに行けばいいです。ね。で、まあ、こっちへ、で、まあ、来るぞ、あ、もう先に押さえに行く。もしくは、あ、もう来るぞと思ったら、先に相手の手を取りに行っちゃえばいいです。ね、取りに行っちゃえばいいです。取りに。ね、そうすれば、先っていう感覚で、その感覚で動いていくと、相手はすごくやりづらいですね。で、なんか相手がしようとすると、パッ、ね、なんかこう戦ってて、パッパッ、お、スッスッスッって動いてるのは先を取ってる感覚なんですよ。ね、なんで、そうすると、行こうとすると、あ、避けられたカウンター、ね、あ、来ようとすると、もう行く。ね、あ、線が来た。ね、それをカットしたら、もう行こうとすれば、この人が、やべえカウンターが来る。ね、そうすると、不用意に攻撃できない、ね。そういう感覚になってきます。あとはですね、普段の稽古の中で、ね、もうそういったことを意識して、常に、ね、点ではなくて、線で捉える、ね。で、見つけですね。相手の、まあ、この辺ですね。あ、目を見て全体を捉えられればいいですけど、大きいと上見て下見えないと、今度蹴りが避けられなくなってしまうので、まあ、この辺で相手の体が動いてくる。あれ、ね、相手の体のラインが動いてくる。ね、それをまず捉えると、ね。で、あ、来るぞとなったら、その線、パンチにしても蹴りにしても、その線に対して、先に、ね、その線をカットしていくような感覚で、ね、さっさっさ動いていくと、ディフェンス力はものすごくアップしてきます、ね。で、なるべく自分より遠いところで接触を心がけるっていうのを、ね、接近しててもそうですね。すごい、もう本当に接近してて、超接近戦の中で、ここで受けるっていうよりも、接近してても、なるべく、この中間地点というか、ね、で、接触を試みるような感覚で、動いてあげれば、かなり、ディフェンス力っていうのは上がってくると思いますね。まあ、しっかり練習して、なるべくですね、やっぱもう自分も散々殴られて痛い思いしてるんで、ね、もういい、どうやったら、ね、ディフェンス力って上がるのか、ね、まあ、自分は比較的ディフェンス力結構ある方だったので、ね、まあ、そういった感覚を持つだけでかなり上がってきますので、頑張って稽古してみてください。うう千葉道場、ヴェルディお弓の道場では、幼稚園生から大人まで、会員を募集しています。初心者大歓迎です。また、今までほとんど体を動かしたことがないような30代、40代の方、女性の方などは、極真空手なんか大丈夫かなと心配に思うかもしれません。しかし、全然大丈夫です。心配なようでしたら、無料体験も行っております。体験好きの1ヶ月間は何回来ていただいても大丈夫です。家族で道場に通いたい方には家族割引もあります。また、
今入会されますと道着をプレゼントしています。ぜひこの機会に空手を始めてみませんか。興味がある方は電話もしくはメールにてご連絡ください。お待ちしております。